結構ピーター・パルカーってしっかり言ってる方なんで、まあ、それでもね、やっぱそういうふうに思わせてしまうような圧力っていうか、なんかそういうのがやっぱあるんだろうなと思って、なんか彼が言ってたのは、ちょっとそういう発言をすると、今はヘイトメールっていうのがラジオ局に来るらしいんですけど、そういうことをちょっとこう、躊躇しちゃう、そういう自分が情けない、坂本龍一のことを思うと、自分もそれを、そんなことで躊躇せずに発言していきたいみたいなことを彼が語ってましたけど、やっぱそういうのがあるんだな、で我々みたいなやっぱ姿勢の人間がですね、やっぱり躊躇せずに自由にやっぱり歌っていかなきゃなっていう思いを新たにそのインタビューを読んでしたんですけども、そんな大好きなピーター・バラカンと、あとなぜか久米宏のことを思って書いた歌がありましてですね好きなんですよ、最近全然出なくなりました久米宏のね、体が具合悪いのか何のか分かりませんけどラジオやめてしまいまして、ね、トンペティアンズ・ハートブレイカーズっていう大好きなバンドラスト DJ ってそれを僕はマックさんじゃないけど僕も訳してですね、久米宏とピーター・バラカンのことを思って書きました。トンペティまさかそんな風にカバーされてるとは思わなかったと思います。最後の DJ、yeah. あれを組織の人間に変えることなどできやしない、上のやつらはそんな彼をもてあます、そうさ奴らは彼が気に入らない、喋りすぎるし指示に背く、彼は変わる気もないしその必要もない、彼こそ最後の DJ、 かけたい曲をかける、そして言いたいことは言う、自由であることを血の通った人の声、彼は最後の DJ、 彼を吊るし上げてしまえと顔なき声が湧く、彼のようにできないくじなしたちの声さ、それでもラジオを聞いた子供たちの心は奪えない、平凡を奪い合うだけの大人になる前の、彼こそ最後の DJ、 かけたい曲をかける、そして言いたいことは言う、あることを選ぶ血の通った人の声、彼は最後の DJ、 時々聞けたりする、そんな時嬉しくて酒を飲みながら耳を澄ます、彼こそ最後の DJ、 かけたい曲をかける、そして言いたいことは言う、自由であることを選ぶ血の通った、彼は最後の DJ、 彼こそ最後の DJ、 かけたい曲をかける、そして言いたいことはやる、 hey, hey, hey! 自由であることを選ぶ血の通った人の声、Thank you.
無理やりやったんだよ無理やりがそうやってブイブイやるエレキギター今年何本も持ってるんですよ何本も持ってるんですけど最近ねなんかねこのギターばっかり使うんです最近このギターしか使わないんです北島さん最近こんな感じですこんな感じギブソンですかそうなんですよねえこんないいギターね本当に、実はもともと私のものだったんですやんごとなき事情で私が家に置けなくなってしまってで彼に預けたんですで彼に預けたらもう突然ピックアップはつけるわあのストラップの位置はなんかここになんかつけちゃうわでライブで引き出しましてですねそれが悔しいことにいい音をさせておりましてですね透明この私のギブソンハミングバードで森田君はリードギターを弾くことになって紹介しておきましょう俺のギブソンハミングバードリードギター森田ひろし